ブルースウルトラプロビデンスバーン。どうも、今のプロビデンスバーンを10回ほどやり直したピヨキンです。ちょっとシャレにならないぐらい疲れた。いや、最近ヒロアカにハマっててさ、この必殺技名を1回言ってみたかったんですよ。まあそんなどうでもいいことは置いちょって、今深夜0時なんですよ。深夜0時にプロミネントバーを叫ぶ人ってこの世に僕しかいないんじゃないかな。はい、ということで今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ボックスチェックポイントシティということで、なんか喉枯れてんだ。プロミネンスバーをちょっと叫びすぎて喉がおかしくなってるかもしんないんですけど、気にしないでください。これを訳すと、チェックポイントの街は箱っていうことなんかな。いい、もういいって意味わかんないんだろ。無理やき焼きじゃなくてもいいから。もうロレツも回ってないかもしんない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.88%。 でさっきも言った通り、本当に今深夜0時過ぎてて、待て、これチェックポイントないパターンじゃねえか。ゴール条件があるだなんて聞いてないよ僕。開幕さけーねー、完全に見逃しちゃったわ、ゴール条件があることを。コスメ読むときに気づけよって話なんだけど、これ右と上どっち行こうか。どっか入れる。はっ、ダブル坂だー。実は今さ、風呂上がったばっかりで髪の毛も乾かしてない状態で実況してるんだよね。だから、びっちょびっちょなのよ髪の毛。ついてくんだって、そっちからも来んだー。持たない。こんな調子でやってたら絶対持たない。ちょっと静かにやっていこう。夜中の12時も過ぎてるしね。ここは50コイン信用していいのかい。じゃあ僕は信用したいと思います。あ、なんかどこに入ってったね。こっちが正解じゃないな。シャープ GCR ってなんだよ。こっちはジャンクピオキングだよ。すでに頭おかしくなってないですかね。これが深夜テンションっていうのか。今度から深夜撮ろうかな。そしたらいつも頭おかしい僕を見れるよみんな。そこはフラワー撮らせてくれないのか。なんか眠たくなってきた。こんなに叫び散らかしながら眠たくなるって僕結構やばい状態なんじゃない。緊急事態だよ、緊急事態。体が休息を求めてしまってる。じゃあここはオンオフをしてこいという感じか。左のドス何もしてこないだろうな。右に急に来るとか、そんなバグとかいらないからね。いやでも下見てるっぽいもんな。だからこっち来ないでしょ。なんでオンオフをした瞬間すぐ右に来る。あっ、エンジェルフィー。まあ、ゴール条件があるってことはそんなに長いようなコースじゃないと思うんだよな。あのドッスン本当に何もしてこなかったな。急に右に来ることをね期待してたんだけど、なんだここは。オンオフをしろってか。一旦叩いてすぐ右に行く。何も来るね。オッケーオッケー。そして右を今度叩けって感じかな。これどうやって壊すの。ボビー映画これが壊れないよね。で次真ん中で閉じ込められるからのあのファイヤー取れないか。来るな。いや待って、ボブちゃん。じゃあここは左叩くからの右叩く、真ん中2階からの左に逃げればいい。そしたらボブヘイが右のブロック壊してくれるでしょう。いやこれは右行くよね。ファイヤー追いかけてしまわない、反射条件的にさ。さあ次に行ってきます。そしたらヒップドロップすればいいのかな。ここはヒップドロップしてすぐ左に逃げようか。これで先に、よしよしよし。そして次はどうすればいい。いやなんか下にファイヤーあるね。え、何さっきからチラチラ見せてから流行ってんのチラ見せ。そしてここはもう一回オンオフか。オンオフしてすぐ左に逃げる。え、全然罠がない。え、こっから簡単になるみたいな。優しいじゃねえか。あ、ここでファイヤーもらえるっていう感じでしょ。ほんとか。ほんとにあの砲台はファイヤーを出してくれるのか。信用するぞ砲台さんよ。ふざけるな。今更だけどさ、チェックポイントがないっていうのがすごく怖い。このコースどんだけ長いんだろうって思わない。最速自体はさそんなに長くなかったんだけど、じゃあここ右に行っていいのかな。こっちしかもう行くべき道ないよね。あ、なんか変わってるね。この砲台は何。この上は、あ、なるほどね。この上でこのエンジェルブラッパエンジェルブラッパじゃねえ、エンジェルバブルを避けるっていうことね。じゃあここですぐ下に、いやちょっとゆっくり行こうか。上は隠しブロックがあるのね。ちょっとゆっくり降りていくよ。なんか来てもいいようにと思ったけど意外と何もないのね。 DGR だからそこは PYK って書いとけ。ピオキングって指でさ、ここは矢印は信用しない方がいい。僕は矢印なんか信用しない男さ。だからこっちで合ってる。 You know trust。 信じるなってこと。いや、このファイヤーのところ先に進めるルートがあるかもしんない。僕は諦めないよ、最後まで。絶対にね。毒にまーん。今日の僕の実況、どう？
知らねえんだよお前の時給なんか。ただただうるせえんだよ。なんかこっちも違うっぽいな。え、なんだここは。なんかヒントが書いてんのか。上から行けばいいのか。うれうれうれ。何言ってんだよほらって。マジ本格的に頭おかしくなってきた。っていうか、なんか人間としておかしい。もう普通にゲームやってる人のプレイじゃない。このオンオフで合ってるよね。いや、たまたまこれ潰されただけだと思うんだけど、このオンオフしないとさ、だって上に黒いなお前は。いや絶対合ってる合ってる。ここでちゃんと魚を避けて、この上からあの土管の方で行く。多分これで合ってるよ。さあ次に行きますか。そして今度は音符が乗って右、あ、なんかファイヤーフラワー出てきてるね。左下も、まあ左下取れないか。音符に乗って上に上がったもんね。だからこのファイヤーを取って、もうゴールなんじゃない。え、あ、これ左から、いや来い、右も、いや左から行けっていうことか。うぜえあいつ。なんなんだあいつ。あ、どこに来たの。お前せめてお前を倒してやろうか。ここでヒップトラップ。そこにのかがあんのか。もうゴール近いよ。見ててみんな、ここでファイヤーをもらえたということはもうすぐゴールがあるんじゃないんでしょうか。さあ姿を現してゴールよ。まださせてくんないってか。え、でもここでもう一回このフラワーを取ればいいんじゃない。うーわー、あのクッパクラウンに乗っていけってこと。右行けないかな。あ、ファイヤー取らなくて先にクッパクラウンに乗ればよかったのか。いやでも行けるよ僕。いや絶対行けると思う。見ててみんな、これまでかなり一発マリオやってきてるからね、僕の実力を見てくれー。あー、フラワー取った瞬間オフかな。一旦乗って、あ、ここでフラワーを取って、あのクッパクラウン乗ればいいっていう感じで行こうじゃないか、クッパクラウン。そしてこのドアに入っていけばゴールなんじゃないの。僕そろそろ待ち遠しいよ。あ、何この始末は。あ、ここで当たって、下に下にはいけないんティーナイン。てかさ、思ったんだけど、ユースキンのトロールコースなんて僕めちゃめちゃ久しぶりじゃない。前回したユースキンのトロールコースなんて全然覚えてないもんね。なんだこれは。あのフラワーは罠だ。そうだろう。いや大体分かってた。いやもう分からんやが、これどうすればいいのよ。え、これ右にダッシュしてあの隙間入れる。あ、隠しブロックがあるんだね。いや何笑ってんの今。そこはさ、あの拍手を送るところでしょ、どっちかって言ったら。じゃあここはこのフラワー取って右側に行けないね。え、これは、あ、こっから右に、なんか行けないな。なんでなんで。あ、ここ、あ、壁だった。もう僕今日限界かもしんない。壁すら見えてないもん。やめた方がいいよ絶対。じゃあここで隠しブロック出すところまで合ってるでしょ。でここでチビになって、すぐ右に行けばいいのかな。ハンマーブロスが降ってきた。ああ、これでいいのか。さあ土管に入って、意外と長いな。あ、まだまだ全然ゴールありそうじゃない。結構さ、サイズ感早いからすぐ終わると思ったんだけど。オンオフして四角に追っておけばいいのかい。ここに僕は追っておくよ。何も来るな、絶対に何も来るなよ。なんだお前は。うんばばんばん、うんばばん、うんばばんばん、ばんばんばん、うんばばんばん、ばんばんばん、うんばばんばん。ここどうすりゃいいんだろう。じゃあオンオフして、あのパグを持った瞬間投げてみる。それであの打鍵を倒すっていうことなんじゃないのかな。オッケー。そしてあのワイヤーは取れなくていい。全然いい。まだゴールさせてくれる気配がないもんな。そしてここは、土管に入っていけばいいのか。オンオフは何だろう、右の。じゃあ土管に入っていきますよ僕は。そしてここは上は行ったらいけない、足場があるもんね。フラッグ、旗。あ、ゴールあんじゃねえか。え、このゴールは、え、ファイヤーフラワーどうやって持ってくんの。いや、ここではまだゴールさせてくんないって感じでしょ。だからここでオンをしてこっちの土管に入る。土管に入れませんね。え、なんだよ。え、どうすりゃ、なにそのアーム、そこに隠してやがったのか。いや意外と長かったね、ゴール条件のあるトロールコースにしてはさ。じゃあここでパックンのところに行く。そしたらファイヤーが手に入れるっていう感じでしょ。そしてゴール。あ、何すんだよ。やだやだ、お前らついでゴールできなかったじゃねえか。いい加減にせんか。あ、ノー。
一通り叫んだらなんかすっきりしました。次は絶対ゴールできるさ。いやちょっと当たってしまうけど早く上に。そして右の魚には当たらないようにしていく。ここでスピンジャンプ、これでゴールができる。やった嬉しい。シャーおいでマリオタイム。いや最速が速いからといって舐めてたね。意外と長かった。でこのトロールコースの制作者 DGR デイブさんって言うんだけど、マジで面白いんだよねこの方のコースって。まだ他にもコースがあるから機会があればやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー190ということで、いや久しぶりに来たねスーサソさんの意味わかんない放題コース。このスーサソさんが作る大量の放題シリーズ、僕マジで好きなんだよね。こんな意味わかんない雑な作りしてるんだけど、ちゃんと攻略法とかあるのよ。それが本当に面白くって。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.28%。 いや今回はどんなコースなんだろうね。でゴール条件が10コインを2枚取ってからゴールか。あの砲台がどういう動きするかがまずちょっと見ておきたいんだけど、もうわけわかんないよこれ。とりあえずこれ上から行けってことなんだろうね。上から行って、あなんか裏にコイン見えるよ。あコイン取れんくない？え、コイン取れないんだけど。下のビート動かせってことかな。で僕気になったんだけど、これ下行ったら潰されないのかな。あ意外と潰されないのね。じゃあ一旦一番右まで行ってこっから戻る。戻れねえじゃねえか。どうすりゃいいんだよこれも。運ゲー要素を混じってんのかこれ。攻略法がちゃんとあるのか。どっちなんだ。じゃあ早く右に行って早く左に戻ろうか。それであの砲台抜けれないから、ここで一番左まで行く。オッケーオッケー。そしてここで上に行って、あの10コイン取れないかな。もう疲れた。もう夜中の1時過ぎてますよ。夜中の1時過ぎててこんなわけわかんないコースする人って僕ぐらいしかいないんじゃないかな。じゃあここは上からこれ取れないかな。ずれてるけどさ、この辺で取れたらいいんだけど。いやちょ砲台ちょっと待たんじゃ。上から取れたら簡単なんだけどな。いややっぱ下に降りなきゃいけないの。あの間をくぐって、この間やっぱ挟まれちゃうかもしんないじゃん。それがめちゃめちゃ怖いんだよね。あ右側は普通に取れるんだ。あとは左側だけか。これ戻れる？ちょっと戻れんかな。あ戻れるね。ここでちゃんと下に落ちればいけるんだ。頼む。タイミングが分かんねえ。どんなにこのタイミングか。オッケーオッケーオッケー。そして下潰されてこっから右出し、頼む。やった。いや本当おもろいこの制作者さんの大量放題コースで、たまたま運が良かっただけだと思う。こんなに早くクリアできたのって、クリア率 0.28% って相当難しいと思うんだよな。だからもう一回してもすぐクリアできないと思う。ちょっと一回だけやってみる。クリア率が 0.28% がいかに難しいかっていうことをみんなに知ってもらいたい。知ってもらいたいからもう一回やるんだけど、絶対さっきのたまたまだと思うんだよな。クリアもう一回やって絶対いけると思わないもん。じゃあここは右に行ったいね。ここでコインを取るところまでは絶対合ってると思う。そしてこっから左に戻って、はっ、いけるんじゃないこれ。え、もう一回いけるパターン。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。